Hi, I'm Kaho. 皆さんこんにちは。インターントーマス国立校の宮田かほと申します。今日は皆さんに Will と Be Going To の違いについて、またその概要について説明していきたいと思います。この動画を通して少しでも理解を深めていただけたら嬉しいです。それでは行きましょう。はい、それでは未来形 Will と Be Going To の違いについてお話ししていこうと思います。皆さん、未来を表す表現として Will と Be Going To があるのはご存知ですか？それでは違いについて説明していきたいと思います。 Will はまず単純未来で何々だろうというような訳になります。一方 Be Going To は意思未来を表し何々するつもりだという意味になります。 Will と Be Going To の間で訳にあまり違いはないかもしれません。しかしニュアンスは少し違います。 Will はその場でする気になったことの時に使うことができ、Be Going To は以前からするつもりでいたことに主に使われます。例えば Will を使う場合、家に急に宅配便がやってきて、家族の中で誰が出ようというふうになった時に、あ、じゃあ私が今から取りに行くよといったような状況で使えます。それはその場でする気になったことですよね。以前から決めていたことではありません。一方 Be Going To の場合、例えば以前からテニスの試合に出ることを決めていた、以前から旅行することを計画していたなど、以前からするつもりでいたことの時に使うことができます。皆さん、 Will と Be Going To のニュアンスの違いを理解することができたでしょうか？それでは次に Will と Be Going To の使い方について説明していきます。はい、それでは Will について説明していこうと思います。 Will はどのような形で使うことができるでしょうか？ Will を使う時は Will 足す動詞の原型で使われます。後ろに三人称の S をつけたり、また因果形の形にしてはいけません。例えば、私は国語を毎日勉強するだろうと言いたいとき、I will study Japanese every day という表現が使えます。Will の後ろは必ず動詞の原型です。では、例えば主語が He になったらどうでしょうか。彼は明日ピアノを弾くだろうという文章を作りたいとき、He will play the piano tomorrow ということができます。主語が He になると Praise になるのかなと勘違いする人もいるかもしれませんが、 Will の後ろは必ず動詞の原型です。主語が何であれ、 Will の後ろは動詞の原型と覚えておきましょう。では否定文だとどうなるでしょうか。例えば、彼は明日ピアノを弾かないだろうと言いたいとき、 Will の後ろに Not をつけて He will not play the piano tomorrow というふうに言うことができます。では疑問文の場合どうなるでしょうか。疑問文の場合は、Will を文頭に持ってきましょう。そして主語、動詞の原型とつなげて、Will he play the piano? というふうに言うことができます。ぜひ、否定文と疑問文の作り方も頭に入れておきましょう。では次に、Be Going To の使い方についてお話ししたいと思います。Be Going To はどのような形で使うかというと、Be Going To 出す動詞の原型で使われます。これも Will と同じですね。Be の部分には Be 動詞が入るので Is, Am, Are、 もし過去の話であれば Was, Were に変えることができます。今回は主語によって Be 動詞の形が違うので注意しましょう。例えば、私は毎日国語を勉強するつもりだというふうに言いたいとき、 I am going to study Japanese every day というふうに言うことができます。今回主語が I なので Be 動詞は Am になりますよね。また To の後ろは動詞の原型なので Studying などにならず Study という表現になります。では主語が He になったらどうなるでしょうか。例えば、彼は明日ピアノを弾くつもりだという文章を作りたいとき、 He is going to play the piano tomorrow というふうに使うことができます。今回主語は He なので Be 動詞は Is になりますよね。ではその文章を否定文にしたらどうなるでしょうか。否定文のときはIs B 動詞の後ろに not を入れます。これは Be Going To に関わらず B 動詞の後ろに not を入れますよね。なので He is not going to play the piano tomorrow というふうに作ることができます。では最後に疑問文だとどうなるでしょうか。疑問文の場合は B 動詞を前に持っていきましょう。そしてその後に主語 Going To、 動詞の原型というふうにつなげ、 Is he going to play the piano tomorrow というような文章を作ることができます。ぜひ皆さん、否定文と疑問文の作り方も頭に入れておきましょう。はい、皆さんいかがでしたか。
今日は Will と Be Going To の違いについて、また使い方について概要を説明していきました。ぜひテストなどの時に Will と Be Going To の使い方について間違えないようにしていきましょう。それでは See you!